名古屋グランパス優勝か VS 松本山雅義アグ。宮原のドリブルヒールで落として、ああハンドちゃんハンドちゃんただルーズボールを取って、おお、ボールを収めてくれる、あるいは取ってくれるので来ました。セルジーニョ、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 これは画面でも同じポーズをしているでしょう。先ほどあのミノ選手が敗れてしまったので、うん、ユージョーカー選手やセルジーニョ、セルジーニョ、うわー、いけー、アグル、アグル、セルジーニョ、いやーユニフォーム中に入れてるんやな、セルジーニョ貴重面ですね。さあここはどうでしょうか、うわー、はい、ハットトリック、しかもボールのコントロールダイレクトで左隅に決めていきました。これはやりましたね。いや、このふわっと浮かしたボール、いやいや難しい難しい、しかも胸パスですよ、うん、攻守ともに機能してますからね。さあここは名古屋グランパスのチャンス、友情か、1点は取り返したい、ね、マテウス、あ、ジョー、いやー、ここは枠をそれました。もうさっきは立て、ね、センターでしたけれども、さあここはマテウス、マテウスか、少しドリブルが中に流れてしまいましたね。スティックの入れ方が若干上に行ってしまったような印象を受けます。なるほど、うん、ここで試合終了、3対0、アグ選手、セルジーヌのハットトリックで勝利を収めました。やっぱボール持ってますね、ボール持って帰りましたねこれがちょっとリアルに家に届けなあかんな、これは